皆様こんにちは、プロレス動画維新軍実況のパヤシです。以前めちゃめちゃイケてないタッグチーム6選ということで特集しましたが、多くのファンの皆様から他にもまだこんなイケていないタッグチームもあるよというありがたいコメントをいただきました。そこで私も調べたところ、まだまだこんなにあることが分かり、今回は第2弾まだまだあったぞ、イケてないタッグチーム6選ということで、マスクマンコンビは令和の現在もう時効なので正体を明かしつつ、より具体的に語っていきたいと思います。ヘルレイザーズ。ヘルレイザーズはホークウォーリアーとパワーウォーリアーこと佐々木健介とのタッグチームになります。ホークといえばロードウォーリアーズが有名ですが、アニマルウォーリアーの怪我による長期離脱により、マサ斎藤の仲介もアリケンスケに白羽の矢が立ちます。マサ斎藤はこの時日本でニューロードウォーリアーズをやらないかという誘いに、ロードウォーリアーズの延長ではなく新たなコンセプトでならという条件で受け入れました。ヘルレイザーズの結成には裏話もあり、ホークは当時リージョン・オブ・ドゥームとして WWF で活動していたのですが、売れっ子のためにあまりにタイトなスケジュールに嫌気がさしていたのもあって、イギリス遠征が終わった後にさっさとアメリカに帰ってしまいました。もともと WWF での契約を早い段階で解除したかったホークと残留を望んだアニマルの間にはトラブルがあったようです。そこにマサ斎藤の提案にホークが乗った形でした。ケンスケとは全日本時代にジャパンプロレスの一員として参戦していた時に面識はあったので、すんなり行ったようです。残されたアニマルは体の不調もあり長期欠場という形になりました。案外ホークにとっては気分転換の意味もあったのかもしれませんね。1992年に結成すると一躍新日のタッグ戦線の主流になっていきます。 IWGP のタッグ王座も獲得し、40連勝という前代未聞の記録も打ち立てます。この時代のヒットタッグとも言えます。しかしあえて言うなら、ヘルレイザーズに漂うのはこれじゃない感なのです。これは結成当初にも言われていたことですが、2人のサイズが違いすぎることです。191センチのホークに対して180センチのケンスケ、アニマルも189センチあったのでかなり見栄えが良くなかったです。実際トリプルウォーリアーとしてアニマルを含めて登場したのですが、かなり場違い感はありましたね。ケンスケは当時売り出し中の若手でしたが、オリジナルと比較するとかなり物足りなさは強くなります。ホークやアニマルと比較されるのは辛いですが、トゲトゲのコスチュームも無理やり着せられてる感じもありましたし、デビュー戦の長州と長谷という身内の対戦だったこともあり、結果自体は瞬殺という最高の結果に終わり、試合は形になりましたが、ホークとケンスケもあまりプロレスは上手くないので、デビュー戦ということを差し引いても試合自体はバタバタ感がありましたし、長谷や長州のサポートがなければインパクトは残せなかったとも思えますね。新日の代表的なタッグと言われればそうなのですが、やはりファンの間ではホークはロードウォーリアーズという認識が強いので、やっぱり物足りなさが常につきまとっていたのはケンスケにとっては不運だったようです。ザ・ブラックハーツ。1991年全日本プロレスに突如現れた神秘のベールに包まれた怪奇派レスラーコンビ、草原なオペラ座の怪人の曲で登場。黒いフードに黒いガウンを羽織り、顔に真っ白のデスマスクをかぶっています。リングに登場するとお互い見つめ合い、それぞれ相手のデスマスクを取ると目や鼻口どこも露出のない真っ黒のマスク、一人はコーナーポストに登り、一人は下で両手で輪っかを作り規制を上げます。安易な1号2号ではなく、アポカリプスとディストラクションと名前を付けているところにセンスとオリジナリティを感じます。ちなみにアポカリプスは目視啓示、ディストラクションは破壊滅亡という意味のようです。最大の特徴はほとんど同じタイプで
ほとんど同じコスチュームのため、どちらがアポカリプスかディストラクションかがわからないというところ。リング下でしれっと入れ替わったりするのがお決まりのムーブメントで、このコンビの栽培の売りでありレフェリー泣かせです。もっとも城樋口和田恭平の全日レフェリーは気絶したり狂気を見逃したりするのは大得意なので問題ないでしょう。来日中の態度が悪かったのか、何か勘に触ることをしたのでしょうか。外国人レスラーのボススタンハンセンにより畳み、椅子で情け容赦なくボコボコにされます。黒いマスクの後頭部が破れ、おびただしい血を流します。当たり前のことですが、一方が流血やマスクが破れたりして目印がつくと、リング下ですり替わっても絶対にバレます。福澤明アナからとんだいっぱい食わせ者と呼ばれていて、ちょっとかわいそうだなと感じました。今では見られなくなった最後の怪奇派コンビなだけに、その後消えたのが非常に惜しまれます。ベトコンエクスプレス、新倉文宏が1号、長谷宏が2号の覆面コンビ、海外武者修行地のカナダカルガリーのスタンピートレスリングで活躍しました。特に優しい顔の新倉は、海外ではマスクマンの方がいいと思ったのか、長谷と細身の2人でアジア風のベトコンということでゲリラ戦士ギミックです。共に赤いパンタロンスタイルでマーシャルアーツを意識したコスチューム。ベトコンエクスプレスは口元が大きく開いたマスク、長谷宏の2号は口ひげを生やし長髪をなびかせており、ここでも元アリスの堀内孝雄に寄せたのか戦うベイヤン風です。マスク界で口ひげを生やしたマスクマンは2号だけではと思いましたが、新倉も少し口ひげを生やしてバランスをとっています。顔全体を真っ黒なマスクで覆い隠すブラックハーツとは違い、正体はもろわかりで、2人は帰国したら素顔に戻ることが確定しており、海外修行限定のマスクマンコンビということで少し脱力感があるのが惜しまれます。長谷はその後文部科学大臣時代、もちろん素顔でベトナムに外遊したこともありますが、かつて覆面をしてベトコンエキスプレス2号としてカナダの地で大暴れしたことをベトナムの要人は知らなかったことでしょう。ライジングサンズ、1985年第1回ヤングライオン杯で決勝に進出するも負傷で欠場した後藤達俊は、若手新人選手の出世パターンの海外遠征、場所はアメリカミッドアトランティック地区、喧嘩日本一セメント日本人最強とも言われる剣道長崎こと桜田和夫と覆面タッグチームライジングサンズを結成します。ライジングサンズの名称はグレート小鹿、大熊元氏も使っていましたが、今回は覆面コンビとして売り出します。画像がちょっと見つからなかったのですが、ちなみに1号は桜田、2号は後藤。その後桜田はシルベスタ・スタローンの人気映画ランボーから取ってランボー桜田と改名し、後藤とランボースタイルで凱旋試合をします。期待の現れテレビマッチでコンガ・ザ・バーバリアンと対戦、リフトアップスラムによってあっさり敗戦。その時後藤は肩を脱臼し欠場、タッグチームはそのまま自然消滅します。桜田は再びペイントレスラーの剣道長崎に戻り、同じペイントレスラーのミスター・ポーゴとヒールコンビを組みます。後藤は復帰後再び前座のポジションに戻ってしまいます。運とギミックの練り込み不足からか、残念なことにレスラーとしてはまた知ってもライジングできませんでした。マッドマックス、ザ・デモリッションズ、ブレードランナーズ、パワーズ・オブ・ペイン、ザ・ランド・オブ・ジャイアンツなどなど、みんな大好きなロード・ウォーリアーズのパクリコンビが数ある中で、とどめを刺すしょっぱいタッグチームといえばこのコンビ。映画マッド・マックスそのままのネーミング、顔のペイントはロックバンドのキッス風、マシン軍団の KY 若松をマネージャーにつけ、1986年ワールドプロレスリングがまだゴールデンタイムの時代なので盛り上げるためには新日もなりふり構わずといったところでしょうか。しかしただのデクノ棒です。しょっぱいプロレスはもちろんのこと、
本家の足元にも及ばないパワーとスピードをテレビ画面に披露します。1号はジョン・リッチモンド、2号はどれだけ調べても不明です。1号のリッチモンドに顔がよく似ており、顔のよく似たインスタントレスラーか兄弟か、はたまたいとこだったのでしょうか。マネージャーの KY 若松に聞きたいぐらいです。アントニオ猪木のペイントレスラーは邪道だという鶴の一声で、2人はアイスホッケーのマスクをつけます。猪木は自ら海賊男のガスパーになったこともあり、当時流行のペイントよりアイスホッケーマスクの方が好きだというのだけは分かりました。藤波辰巳、木村健吾、いいチームなのは間違いないのですが、何かが足りない、イケていないコンビに入るのではないかと思い、賛否両論あると思いますが、愛情を込めて語りたいと思います。現にタッグチーム名がキムタツやサンダードラゴンズとか稲田津とかなにもつかなかったのが物語っています。2人ともいい人、スマートすぎて長州浜口の維新コンビや天竜原の流言法に比べると燃えたぎる物や飢えた男臭さが足りなかったような気がします。このコンビの特筆すべき試合は有名な1985年末、宮城県スポーツセンターの IWGP タッグリーグ優勝戦。予選リーグダントツ1位、トラブルメーカーのブルーザーブロディ、ジミー・スヌーカ組が急遽揉めてボイコット。繰り上がって同点2位の猪木、坂口組、藤波、木村組で決勝戦が行われることになっていました。試合時間31分53秒とプロレス史に残る激闘で、最後の最後に藤波が猪木に切り札のドラゴンスープレックスを決め、藤波が初めて猪木からフォールを奪いました。藤波と木村も思わず感涙、マイクを向けられると2人ともやったと叫びます。このあとこのコンビは一気に上り詰めると思いましたが、現実はそう甘くなく、2人の人の良さからか初代 IWGP タッグ王者の割に深くも取られやすく、前田木戸組に金星を献上したりします。特にたけしプロレス軍団初参戦においては、空気を読み弁当や飲み物などおべつまみれぬリングで木村が長州に瞬殺され、早々と撤収するなど、やられの美学も漂うチームになってしまいました。またこのコンビならではのいろんなお決まりのムーブもありましたが、今でも記憶に残っているのは藤波のラリアットと木村の稲妻レッグラリアットを同時にぶち込むぐらいでしょうか。試合も目を見張るような独自のツープラトンや、パートナーがリーダーの梅雨払いに徹する役割分担の徹底ぶりもあまりなかったかなと思います。今回はイケてないタッグチームの中に組み込みましたが、この藤波・木村というのは不思議なタッグで、イケてるタッグチームというテーマがあってもノミネートされそうなチームなのであります。まさにイケてるイケてないが紙一重であり、絶対的に強い象徴でもない、そんな2人の危うい感じが好きだというファンも多いことでしょう。いかがだったでしょうか。期待が大きすぎただけに落胆したコンビもあり、イケているかイケていないかは人それぞれです。判断は皆様にお任せするとして、また取り上げてほしいタッグユニットチームがあればコメント欄に載せていただいたら幸いです。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございます。